よくテレビで見る匿名の人がインタビューを受けてるような感じの動画をすぐに無料で作れちゃうアプリのご紹介です。というわけでアプリの説明に参りましょう。こちらご覧ください。はい、もうすでにね、私の顔を検出しますと、はい、このようにね、モザイクがかかっているのをご確認いただけると思います。アプリのね、説明なんですけれども、簡単に申し上げますと、モザイクとボイスチェンジャーとキャプションですね、をかけられる、同時にかけることのできるアプリです。写真にはかけられません。動画のみとなっております。それではね、早速設定をまず見てまいりましょう。こちらアプリの下のね、設定マークをタップいたしますと、設定の画面に出てきますので、一番上に行きますと、リアカメラかフロントカメラかっていうのの選択と、そして、画像加工がモザイクなのか、ぼかしなのか。ぼかしってするとこんな感じ。こんな感じで、モザイクがこんな感じです。はい、こんな感じです。で、画像加工オプションでこれ顔検出っていうところがオンになってると思うんですが、こちらをオフにすると全体的に書かれます。こんな感じ。はい。ちょっとね、なんか、もう全体的にもう部屋すら映したくないなっていう方はね、これでいいんじゃないかと思います。ちなみにモザイクとかぼかしの具合の変更っていうのはできません。顔検出をオンにしておきましょう。で、音声加工っていうのが、まあ、すごく高く、あみみみってなるやつと、あばばばってなるやつですね。まあ、その度合いですよ。で、真ん中はそのままです。で、キャプション。例えば、じゃあここに、マグロ。ちゃんと動画の下の方にですね、マグロという文字が出ていますよね。はい。このマグロっていう文字が入った状態で動画が作成できます。ちゃんとね、皆さんご心配だと思いますのでご覧いただきましょう。なんと、はい、ご覧ください。ランドスケープにも対応しております。はい、このように横向きで撮れるのは撮れるのですが、比率がですね、16対9ではありません。なので、YouTube のこの画面のサイズにぴったりではないんですね。なので、その辺はですね、編集でどうにかしちゃいましょう。それでは簡単な撮影方法をね、ご覧いただきたいと思います。まずこちら、もう設定を、まあ、ある程度済ました状態で、すぐに撮影いたします。こんな、30歳にもなって、YouTube とか YouTuber とか言って動画投稿を続けてすみませんでした。はい。で、できた動画をね、ここに見に行きますと、サイズもこんな感じ。30歳になって YouTube とか YouTuber とか言って動画投稿を続けてすみませんでした。ちょっと撮れちゃいましたね、今一瞬モザイク。まあ、こんな感じの動画が簡単に作れてしまうアプリです。これ、ちゃんと声、モザイクかけていただけます？私は今、
巷で有名な YouTuber という、まあ仕事と言いますか、まあ趣味と言いますかを行っておりますがね、今後ね、皆さんテレビでね、すごいもう YouTuber の方をご覧いただいて、 YouTuber のみんなはね、すっげー稼いでるみたいな、めちゃめちゃ稼いでこれで無料っていうのは本当すごくないですか皆さん。また動画の幅が広がりますね。ぜひ使ってみてください。本日も関連動画をご用意しておりまして、めちゃめちゃ関連しますよ。まず、こちら、モザイクカムといってですね、写真へ向けた同じようなアプリです。今回ご紹介 しました匿名カメラは動画版だとしたら、こちらは写真バージョンです。で、こちらは、数あるたくさん動画を、に対するエフェクト機能、編集機能がたくさんある中の一つがモザイクなんですが、残念ながら300円で有料となっております。はい。ちなみにそのモザイクの質とかはですね、こちらの方が種類が多いですし、もっとこう自由度は高いんですが、300円で、機能を拡張しないと使えないっていうのがこちら。はい。両方ともですね、すっげえ関連してますよね。はい。ぜひご覧ください。再生リストといたしましては、iPhone の動画の、iPhone で動画編集をするためのアプリであったりとか、Tips であったりとかをまとめた再生リストがございますので、そちらも合わせてご覧ください。では、ありがとうございました。概要欄の下の、リクエストは LINE アット6付中というリンクを LINE がインストールされているスマートフォンでタップしていただくと友達追加することが可能でございます。そちらの方でお気軽にリクエストください。1対1でのやり取りが可能となっております。全て私が個人で返信しております。主に iPhone のコンテンツを常に毎日更新している動画チャンネルでございますので、よかったらですね、チャンネル登録の方をお願いしたいんですけれども、動画をご覧いただいております、下の方にですね、赤いボタンが存在します。PC の場合はこちらをクリックしていただくとチャンネル登録をすることが可能となっております。そして、スマホ、画面は iPhone のものになりますが、下の方にですね、チャンネル登録のボタンがございます。こちらをタップしていただくとチャンネル登録することが可能となっております。努力していただいて、私のチャンネルを、動画を、ご覧いただければなと思います。それではまた、次の動画でお会いしましょう。